どうもこんにちは、セーラームシューの鈴木でございます。今回はですね、いつも出している靴の動画ではなくてですね、先週末自分が参加させていただきました、上げていく2022、基本的にはですね、上尾周辺の、飲食店が中心となって行われたイベントなんですけども、僕もですね、参加してきましたので、まあ、恩返しというわけではないんですけども、こんな感じのイベントでしたよというのをですね、お届けしたいと思います。ということですね、もしよろしければご覧ください。どうぞ。実は昨年からこの上げていくのコラボを何とかやりたいというところで、須田さんに何とかお願いしながら、実は、計画をしておりました。少しでも皆様 の活力につながるような球団というのを埼玉県内中心に、展開しております。どうぞ今回よろしくお願いします。初めての晴れとなりました。今回2日間初めての上げていくフェス開催にあたりまして、最終日無事終われますように、出展者も支え合って、終わるまで楽しんでいただきますよ。よろしくお願いします。以上です。お願いします。今日はもう本当晴れてるんで、皆さんで楽しんでいきたいなと思います。じゃあ今日一日よろしくお願いします。いかがでしたでしょうか。今回ですね、本当に2日間の落差が激しいイベントで、初日はですね、雨がパラつく程度、降水量もですね、1ミリ2ミリとか、時間帯によっては3ミリぐらいといった感じだったんですけども、実際蓋を開けたらですね、ウェザーニュースのアプリだと17ミリと突然変わりましてですね、びっくりした感じでございました。昨日アップしたですね、動画でもちょっと話をしましたけども、どうしても屋外フェスだと天候に左右されてしまうのは仕方ないのかなと思います。ちょっと自分はですね、音楽フェスで実は日本で行ったことないんですけども、海外だとか参加したことあります。晴れたらもうどんちゃん騒ぎなんです。やっぱりまあ雨が降るとですね、まあ機材関係とかも含めてシビアになるところはあるんですけども、やっぱり参加している方々がどっちかしたら楽しもうという気持ちが多かったので、僕自身もですね、今回上げていくに関しても初日がですね、めちゃめちゃ雨が降るんですけども、やっぱり僕個人としては本当に楽しもうと思ってですね、子供2人いましたけども、ワイワイちょっとね喋りながらやってました。お客さんには大変申し訳ない感じでしたけども、まあ2日目ね、本当に晴れてよかったなと思っております。多くの方がですね、この上げていくというイベント下支えしておられまして、で今回ですね、宮島さんという方がですね、2日目の朝礼の挨拶で初めて晴れましたというふうにおっしゃってましたけども、本当にもうこのイベントがいい方向に向かうですね、吉兆なんじゃないかなと僕はね、勝手ながらに思っております。まあやっぱりですね、街を活性化して、なおかつ日本というですね、この国を活性化させるためには、それぞれ個人がですね、頑張ることが結構大事なんじゃないかなと。そのためですね、本当にもう微力ではありますけども、お手伝いさせていただきたいと。また次回上げていく、いつになるか分かりません。僕も全部の回に出展できるかどうか分かりませんけども、こんな楽しいイベントがあるということをですね、お伝えできれば嬉しい限りでございます。ぜひね、ご来場ください。ということですね、今回はちょっとね、通常のアップロードする日ではありませんけども、こんな動画を作ってみました。はい、ということですね、チャンネル登録、それからグッドボタンをどうぞよろしくお願いいたします。本日もご視聴いただきありがとうございました。